クが吹いいてもはげない国産仏壇輪島漆器仏壇店の永田浩希でございます、えー。朝5時出勤の海運社長でございます。日本一早起きの仏壇店です、えー。今日も一日頑張ります、えー。ちなみにですね、1年前の今日、熊本地震でございました。もう忘れもしません。あの9時20分過ぎですね。 すごあのまだでも全身の方で本当はすごかったのは16日の本震がすごかったですあのちょうど1年前ですね私あの地震の後日本テレビさんの方から電話いただきましてあの全国放送に生で電話出演させていただきましたあの本当私はれれびっくりしましたですねやっぱ熊本仏壇の応援で記者さんが電話していただきましたでももう早いもんでそれから1年経ちました特に今年の1年は早く感じております さあ、あの被災被災された皆様、被害を受けられた皆様、亡くなられた皆様、あの本当に大変だったと思います。あの一生懸命頑張ってください。我々も一生懸命頑張ります。よろしくお願い申し上げます。